こちらは慶応義塾大学理工学部物理情報工学科井上雅樹研究室。人と機械をつなぐ制御工学の研究をしているそうです。一体どんな研究なのでしょうか。こちらの研究室ではどんな研究をしているんですか。私たちの研究室では、物事を思い通りに操るための学問である制御工学を研究しています。例えば、自動車、航空機、または、ロボットなど、そういう機械システムであったり、私たちが普段使う電気、ガス、水道、そういった社会に欠かせないインフラシステムであったり、または、私たち自身、生態システムであったり、これは、物があるだけではとても動きません。その物を動かすための規則というのが必要になってきます。私たちの研究室ではこの規則を物理学、数学などに基づいて作っていくと、そんな研究をしています。井上研究室が取り組む制御工学って具体的にどのようなものなんですか。通常制御というと、もう完全にシステムを自動化して機械だけで物を動かすというのが、イメージしやすいと思いますが、私たちはあえて手動での操作を残して、彼らの支援をいかにするかというところに注目しています。そのために具体的なテーマとしましては、私たち人の理解、私たちの人の行動だとか話し言葉などから、私たちがどのようなことを意図しているか、どのようなことに興味があるかというところを推定する技術を開発しています。または逆の方向として、人を誘導するための技術も開発しています。例えば車のドライバーのように、彼らの安全性を保つためには彼らがどんな行動を取らなくてはいけないか、取ってほしいかということを機械から見た視点で人々に情報を送り、彼らを誘導する、このような技術も開発しています。車のドライバーを誘導する技術ってどういうものですか。例えば我々車に乗っていますと、トンネルで暗いところが入ると、無意識のうちにアクセルを離してしまうなどして、車が減速し、それが伝わっていって渋滞が起きるということが知られています。で、私たちはそのようなことがないように、ただし強制的な力を加えることなく誘導してある技術を開発しています。具体的にはトンネル内に光、ライトを当てるなどによって、人々の無意識化のうちに加速行動を促し、そして速度の低下を抑えることを行います。それでは実際の研究の様子を見せてもらいましょう。ドライバーは自分より早く動くものに無意識に追従する性質があります。この緑のライトを自分の運転する車より早く点灯させます。このライトを点灯させた際のドライバーの行動が予測できるようになれば、逆算して渋滞を抑制させるために最適なライトの点灯速度を計算できるようになります。自動車の他に航空機の制御もできるんですか。まず航空管制というのは、多数の航空機があればそれを安全かつ効率的に空港まで降ろしてくる、こんな業務をするのが航空管制官の役割になります。例えば管制官が航空機1番と2番をもう少し距離を離したいという要求があれば、それを話し言葉で伝えるわけですね。そうするとその話し言葉を機械システムが解釈して、それを実現するためにこのような行動、このような速度をしたらいいというのを求めると、そしてそれを管制官に伝えることで管制官の支援をすると、こういうことを目指しています。これはですね、私たちの目標の中で航空機の到着間隔を120秒に保ちながら運航していきたいっていうのがございます。その目的を達成するために、途中の高度を調整したりですとか、速度を調整させることで管理するようなシステムを構築している図を見せているところです。制御工学って他にもどんなことに応用できそうなんですか。人を含んだ制御を考えておりまして、特に人の好みですね、何か自動車だったりいろんな制御システムの人それぞれの好みがあるんですが、その好みをどうやって実現するか、そういう実現するような制御理論っていうのを作っています。例えばネットショッピングなどであなたへのおすすめであったり、そういうレコメンドと言われるシステムが今現在もう使われているんですが、これはもう一歩その先にあるシステムだと思っていて、僕の研究が応用までいくと、例えば自動車が自分好みの動きになるとか、そんな風にハードウェアが自分の好きな動きをするというところまで到達できるかなと考えております。制御工学による自動化でどんな未来を作っていきたいか教えてください。
今後ますます例えば AI 技術のようなものが発展して、まあ、社会はどんどん自動化の方向に向かっていくことはもう避けられないと思っています。ただそもそもその自動化というのは何のために行っているのか、それはもちろん私たち人が豊かになるためにあるはずですので、その目的とアプローチを間違えないようにしたいと思っています。私たちは全てのシステムを自動化するというよりも、まあ、人と機械でいかに協調してバランスよくシステムを作っていくか、まあ、そんなところで協調し合えるような、協働し合えるような社会を目指していければと考えています。